風の音かな。新潟だ、めっちゃ私欲しいって言ってるやつ。本当に楽な動線ですよね。めっちゃいいね。限られた玄関しか作れないけど広さを作りたいという方にはおすすめです。こんにちは。はい、こんにちは。リバークの松永です。はい、本日は佐賀県宮城郡にやってまいりました。めっちゃかっこいいお家。そうなんですよ。今日は外交もしっかり終わってて、はい、お住まいになって約2ヶ月経ってる方のお家にお邪魔したいと思います、うん、では早速間取りからご紹介します、はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 66.13 坪、工事面積が 38.71 坪の2階建てのお家になります、うん、今日の見どころは玄関とサニタリールームです。サニタリールームも珍しいなと思いますけど、玄関が見どころで来るのって、うん、多分初めてなのかな。そうです ね、なんかですね、意外と今まで出てこなかったなっていうテクニックが2つあります、私の中で。めっちゃ広いとかじゃなくて、あのですね、広さ的には結構普通サイズです、はいはいはい、でも広く見せるための工夫だったりとか、はい、こうあんまり人に見られないような工夫っていうのがちょっとあるんですね。なるほどね。そこを見ていただきたいなと思います。かしこまりました。はい、本日のテーマも発表します、はい、本日のテーマはおしゃれ夫婦が考えた家事楽の家です。共働きのご夫婦なんですね、うん、しかもまだお若い方でお子さんもまだ小さいです、うん、だからおしゃれもたくさんしたいけれども、あの割と忙しい方々なんですよね。ます共働きしてれば ね、 そうだね、はい、そうだからおしゃれも楽しみながらでも家事もちゃんと楽にこなせるようなお家、はいはいはい、そんなところにぜひ注目していただきたいなと思ってます。なるほど、かしこまりました。はい、では早速外交も見ながら中に移動していきたいと思います。はい、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お風の音かな。今回外交しっかりされてるんですけど、こんな風に大きい石を敷いて植栽を植えてらっしゃるので、なんかすごくこうライトアップされた時もおしゃれになりそうですよ ね。でお施主様のこだわりはこの門柱です、うん、なんかモダンな感じがしますよね。いい、素敵。でもここに門柱があるの、うん、ちょっとあれって思いませんでした。車を止める時ってこう横結構広いじゃないですか、うんうん、こっちには2台止めれそうな感じするんですけど、こう真ん中の通路を分けるというか、門柱を左側にやってもよかったんじゃないかなみたいな。手前見てください、道路なんですけど、うん、実は縁石があって、もともとここを駐車場としてこう縦列で止めるにはちょっと段差がありすぎる部分になるんですね。そうね、こうやって見るとこっち側から入れるかなみたいな、はい、こういうことってあり得るじゃないですか、うん、全然あり得ます。これってこの下のブロックを、まあ、同じようにこう横に全部するみたいな、うん、撤去しちゃうっていうのは、うん、簡単にはできないです。あ、そうなんだ。要はここって道路部分なので、うん、公共物になるんですね、はい、だから勝手に撤去したりは絶対にできないんですよ。ただそもそもこういうのって、あの歩行者とか、うん、あのここを通る人の安全のために作ってあるものなので、うん、そんな簡単に許可が出るわけではないと。じゃあそこまでしなくても、それをちょっとあえてもその状況に合わせて、うん、このお家の駐車場を決めているって感じなんですね。そうですね。いや、またこの門かっこいい。門じゃないな、玄関かっこいいね。門って言いたくなるぐらいの佇まいですよね、うん、いやめっちゃいい。はい、広めの土間スペースとちょっとここにあの格子なんかもあって、うん、なんか和モダンな感じがしますね。じゃあ中に入っていこうと思います。はい、お邪魔します、はい、お邪魔します。すごい、上が空いてる。本来ここ壁になってること多いじゃないですかね。でもそれだとちょっと圧迫感感じる間取りになってるんですよね、この場合、うん、なりそう。しかも高さもね、ちょうどほら目線は隠せるけど明かりだけはちゃんと入るみたいな。うん、そうですね。いや、いいね。はい、同じくこっちちょっと見れ、うん、覗きますか。はい、あ、
こっちもだ。そう、ここは階段につながってるんですけど、はい、壁じゃなくて星壁なんですよ。視覚的にすごく抜けて見えるんですよね、うんうん、ここは多分幅的には今私が立ってるここが 1.5 メートルぐらい、だから限られた玄関しか作れないけど広さを作りたいっていう方にはおすすめです。これいやめっちゃいい。これ確かに今までなかったかも。はい、うん、でもう一つお伝えしたかったのが、うん、この奥ですね。はい、まあ、通常よくあるシューズクロークなんですけど、うんうんですね、よくあるのってこの可動棚が逆についてることが多いんですよ。外壁の方についてるよねいつもね、うんうん、でも内側にあるじゃないですか、うん、だからその深見さんの場所からちょっと見えにくいと思いません？これ一側目だけ見える。でも逆にこっちについてたら全部見えますよね。そうね、だから、まあ、自分たちもですけどお客さんが来た時にあんまりこう見せたいものじゃないはずなので、うん、そこも扉なしでうまく隠してあげてるんですよ。そっか、奥見えないもん全く。これいいですよね。いいね。扉があるとできないことなんですけど、うん、こうやって広さを出すことによって逆により隠せるような作りになってます。明るさとそのすっきり見せる感の両立めっちゃいい。でまた普段こう履くようなやつはシューズボックス入れるみたいな、ボックスをちゃんとつけてるっていうのがいいな。うん、そうですね。あとは室内用のスリッパを置いたりとかもされてるそうです。やっぱりこういうのがあった方が写真飾ったりとか、うん、で今みたいにお花飾ったりできるのですごくいいですよね。めっちゃいいね、うん、そして、はい、上に上がって正面のお部屋です、はいはい、ここはおトイレになってます。結構モダンな感じ。そうですね、うん、でこのお家のテーマカラーであるグレーのクロスを2面貼り掛けていらっしゃいますので、うん、あこのお家グレーなんですね、はい、あだからここもエコカラット。そうですねエコカラットなの でおトイレと靴箱近いので、うん、匂いとか湿気を吸ってくれますよね。そうね、うわめちゃくちゃいいの部屋ですね、はい、あのリビング見たらもっと興奮すると思います、うん、本当ですか、はい、こっちリビングですね、はい、LDK に入っていきます、はい、グラフテクノだ新潟だ。めっちゃ私欲しいって言ってるやつは後ほどご紹介しようと思います、はい、まずは LDK 全体的にご紹介していきます。かっこいい。広さが 21.62 畳、結構奥行きがあるんですよね、うん、でしかもですねあのちょっと折り上げ天井になってるんですよ。本当だ、ちょっと分かりづらいけど、うん、はい、上がってるので奥にもあるし縦にもあるので、うん、すごく空間が広く見えるようになってます。シーリングライトもかっこいい。そうめっちゃくちゃおしゃれですよね。内側のラインから光が出てるみたいな感じなんですよ。高級ブランドのロゴみたいな照明です。何のロゴに一番近いんですか？なんだろう、グッチかな。グッチ個人的に羨ましいなと思ったのがこのソファーです、うん、おーでかいですね。そうでもう一つあのここのお施主様が結構私たちの番組を見てくださってる方で、はい、見てくださいこのコンセント。 あれね横最近なんかちょっとこの前の大分でもありましたけど、ね、ありましたよね、うん、増えてきた増えてきたみたいです。で使ってる方も皆さん口を揃えてこっちがいいってやっぱ言われるんですよね。そしてお待ちかねのグラフテクトさんのキッチン、これは憧れるな、ね、私やっぱこれいいな、はい、レイアウトが11種類から選べますよって別 の、ね、あの動画の中で言ってたんですけど、うん、今回はデュエアイランドっていう形ですね。あの新潟キッチンって2列になってる分横幅を取らないじゃないですか、うんうん、だから、まあ、今回は正直普通のキッチンでもアイランドにできるぐらい広いんですけど、うん、家の中がこう空間限られててアイランドしたいけどできない時あるじゃないですか、うん、その時とかおすすめですね新潟キッチン。 あとここあのレンジフードもいらないから余計広く見えるんですよね空間が。この空間を作ってるのはやっぱこの新潟キッチンのグラフテクトさんならではだなっても本当に思います。でやっぱここがすっきりしてる理由はもう一つあって、うん、こっち家電関係は全部ここに置いてるので、うん、リビングにいる時も家電があんまり四角に入らないんですよね。
ね、シンプルにスタイリッシュに見えるからめちゃくちゃかっこよく見えるんですよね、うん、もうインテリアとしか見えないですもんね、いや、いいね、はい、はい、そしてこの明るいリビングを作ってくれてるのが、うん、この大きい窓、うん、こんな感じでカーテン開けるとこれだけやっぱ光が入ってくるような窓なんですよね、うん、でこだわりまだまだあります、うん、お庭、はい、見えてますかね、見えてますよ、タイルデッキがあるんですよ、うん、ちょっと今までに見たことないような形、うん、一枚一枚が大きい、このお家の高級感にぴったりです ね、 ね、でここでやっぱりバーベキューをしたいなっていう思いが強かったそうで、うん、デッキとあと階段式になってるので下にもね、うん、ちゃんとあのスムーズに降りれるようになってます、いやね、こっちとかもねほら人工芝がすっごいあるから本当なんかこうお子さんがプールしたりとかね楽しそうにできるよね、そうですね、グランピングとかもできるんじゃないですか、確かにあのここでピクニックをしたりあのしてたそうです、ね、あ本当、はい、そうなんだよね、いいですね、はい、で奥見えますか、うん、あこちらですね、はい、ここにあのお洗濯物を干せるスペースがあるんですけど、ここ実はあの見どころにしてた部分とつながってる場所になりますので、ランドリールームと言いましたっけ、そうです、サニタリールーム、サニタリールームですね、はいはい、ちょっとそのお部屋に移動したいと思います、キッチンの後ろの方になります、うん、で行く途中正面にパントリースペースがあります、うん、あーロールカーテンで隠してるんですね、これはい、日用品のストックとか食品のストックがされてます、はいはい、今日の見どころにしてるのはこっちですね、さっき の、 あの外で見たところ、そうです、はいはい、左手側の部屋に入っていきます、おお、洗濯機あるね、脱衣所でもないですよね、なんか最近の主流なんですかね、こう脱衣所と分けるっていう、あの私もこっちにしたいなって最近思い始めてて、はい、なんでかっていうと、うんうん、ここ収納がついてるんですけど、はい、これってあれでしょ、あれあのえ洗剤とかの収納じゃないの、洗剤とかです、さっきのパントリーに置いてあるんですよ、なるほど、ここはあのお仕事で使うお洋服を収納してます、あ、だから乾いたらすぐ直せるんだ、ここ、そうです、いや本当に楽な動線ですよね、めっちゃいいね、今回のお家の場合は、うん、あの共働きっていうワードがありまして、ね、はい、で結構夜勤とかもある方なんですよ、なるほど、だから、うん、夜洗濯物を干すこともあれば、うん、夜お風呂に入る人もいるしみたいな、ちょっとリズムが変わる時があるんですね、そっか、脱衣所の使うタイミングがバラバラだから乾かしてる中にお風呂に入りに行かないといけないみたいな、そうだから、ね、お互いちょっと気使ったりする時もあると思うんですよ、うん、だったらこっちで独立してた方が絶対使いやすいじゃないですか、そうね、共働き夫婦だからこそっていう、本当に家事楽動線ですよ ね、 ね、で、はい、このサニタリールームのすぐ近くですね、うん、はい、この扉開けると、はい、おめっちゃ高級ホテルみたい、はい、ここはまだ脱衣室じゃないです、うん、独立の洗面スペースになってます、ここはお施主様のこだわりです、本当に、いいね、もうホテルみたいな雰囲気にしたいっていうので、うん、やっぱ間接照明だったり、はい、これ大理石調の品番を選んでらっしゃいますね、うん、奥に行くと本物の脱衣室が出てきます、はい、ようやく、はい、電気つき忘れてましたね、はい、はい、誰かがお風呂に入ってたりとかしても、うん、気にせずドライヤーしたり家事したりができるようになってるんですよね、そっか、お子様が大きくなった時もね出てきますよね、そういう問題って、そうですね、そしてこちらはお風呂、おお、黒、これが黒になるだけで空気感全然変わりますよね、かっこいいね、うん、バラとか浮いてそう、え、バラ浮かせたいって思っちゃいますよねちょっとね、確かにそういう高級感はある、ただ、うん、気になるのは水垢、そこは避けれないと思います、だからお掃除をしっかりできる方にはおすすめです、じゃあ次、お2階に移動したいと思います、はい、お2階は廊下がずっと続いてて、本当だね、はい、順番にお部屋をご案内しようと思います、めっちゃなんかドアがたくさんありますね、はい、まず手前のお部屋、はい、ね、ここは将来的に子供部屋になるお部屋、広さ 4.53 畳ですね、うん、収納も扉がないタイプのものになってます、
今お子さんまだ一人で使うような年齢じゃないので、はい、ゲストルームとして使ってらっしゃるんですね。そして次のお部屋です、はい、ここはさっきと全く同じ広さのお部屋お、ね、お母様が泊まりに来ることも多いので、うん、お母様が使えるようなお部屋になってます。今はね、子供が大きくまた2人ができたら2人目とか、はい、そうです、将来の子供部屋になりますね、はい、この洗面台がいつもなんか1階とかで普通に使うようなやつ出てきてる。そうです、普通におしゃれな洗面台が今回お2階に置いてあります。で横が、うん、おトイレになってるんですね。はい、はい、あ、こっちもタンクレス。そうなんです、2階にも普通にこだわってる。そうなんですよね。このお施主様の考え方的にはやっぱりこう妥協ばっかりして後で後悔はしたくないと、お金は後で稼げばいいと、はい、そんな男らしいかっこいいことをおっしゃってました。なるほど、はい、でもこだわり部分まだまだ続きます。あ、はい、開いてる。ロールカーテンとかでもない。お2階の各居室ってそんなに収納取ってないんですよ、はい、主寝室なんかも収納ないんですよね実は。あ、そうなんですね、はい、でもここに全部集約する。お洋服は全部ここって決めてしまった方が使う人も楽ですけど戻す人も楽ですよね。そうなんですね。洗い終わった後のものをここに持ってくればいいので。そして主寝室に入っていきます、はい、こちら、はい、ここを開けると、はい、主寝室、おお、おしゃれ。広さが 6.8 畳、はい、入って右手側が主に寝るスペースなんですけど、うん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 、その逆側を見るともうご夫婦それぞれのデスクがあります。なんか喧嘩してもいいようにっておっしゃってたんですけど、でも喧嘩してたら一緒にここ座らないですよね。うん、いや、それ仲いい喧嘩ですよ。そう、だから可愛らしいなと思ってお話聞いてましたけど。でもいいですね。じゃあ最後のお部屋になります、はい、突き当たりのところですね、はい、ん、はい、ん、冷蔵庫。ここはですね、はい、まあ、3つ目のお子様のお部屋、まあ、予備部屋になるんですけど、今はすぐ使う予定がないので、うん、ちょっと趣味のスペースとして活用してますね。じゃあまたリビングに戻りたいと思います、はい、はい、ということで本日は 38.71 坪の2階建てをご紹介しました。いかがでしたか。自分のプライベート空間、生活も充実させる、だから2階もちゃんと充実させつつも見栄えがいいみたいなところ、めちゃくちゃ共感する。ただデザインがいいだけでもなかったじゃないですか、うん、やっぱりね、家事楽の動線があったりとか、うん、いろんなものがこうバランスよくあったので、すごくなんか家族がね、こう仲良く暮らしてる姿っていうのも想像できるお家だったなと思いますね。本当ですね。共働きのご夫婦とかも今すごく多いじゃないですか、でお子さんもね、一人二人育てててって、やっぱり忙しい中でいろいろやりくりしてる方多いので、すごく真似してほしい間取りだったなと思います。ということで、また次回の動画も楽しみにしていてください、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。